皆さん、ケミコさんから届いてました交換便第2弾でございます。今回はですね、ファイルですごい分厚くてですね、こんなファイルですよ。すごいファイルです。このファイルを紹介したいと思います。ピンクのリボンに可愛く結んであったんですけど、外しました。あらら、外しました。あらら、あ、すいません、カメラ揺れちゃった。そしてですね、これはどこを開けるのかな。開けました。すごーい。もうね、ここ、横ですね、レースがついて。かわいいです。お花の、ハートのビーズですか?ついて。かわいい。こんな、コラージュが。すごいですね。そして、いちごでーす。いちごの、ここにはですね、レースなんですけども、レースの中に赤い細いテープを、これ、つけたんだと思うんですよ。ね。すごい手間がかかって、ありがとうございます。では、中の紹介をしたいと思います。ここは磁石。磁石が、ちょっと今開けただけですごい。ほら、見て、イチゴ。すごい、イチゴ。イチゴの。ねえ、では、開けまーす。わー、わー、イチゴ、すごい。この、ペーパーどうしたんでしょう。いや、なんか剥がしたくなってるや。すごいイチゴですよ。これはこちらのページはこれ磁石になってる。あら、ここを開けますと、あ、蛇腹になってます。蛇腹です。まずこの蛇腹、いい音ですね。ワックスペーパーですね。3つ。4つのポケットです。4つのポケットがあります。それでは1つずつ紹介したいと思います。はじめのポケットには、これはメモ帳なんですか?これは、メッセージカード。メッセージカード。ね。メッセージカードですね。これもメッセージカード。そして、これはメモ?メモですね。色違いで2枚ずつ入ってます。こんな感じですよ。こんな感じです。ほら、いちご。すごいね。なんて言うんだろう。頑丈って言わないのかな。厚い、紙ですね。丈夫な紙。これが最後です。メモですね。これも2枚になってます。こんな感じです。ありがとうございました。本当ありがとうございます。では、これはここに収めときます。で、次のポケットには、わあ、わあ、
わあ、かわいい。あら、後つくからですね。ちゃんと見てください、クリップ。クリップのとこに、ちゃんと当て紙 いやー、お姫様のドレスです。メッセージカードですね。ミニレターセットっていうのかな、それとも。こんな、これ、かわいい。かわいいです。すんごいかわいいです。これ元に戻せれるかな。私、元に戻せるか心配です。どれどれ、やってみましょう。よいしょ。こうですね。できた。できた。できた。できました。あ、サイズがちょっと違ってるね。こんな感じです。次のポケットです。わあ、これもまた。これもまたまた。まずは、これはブロックメモですよ。いやー、これすごいかわいい。すごいかわいい、これ。これどこで購入したんでしょうね。うわー、私のようだ、なんてね。こんなスタイルいいかったらね、何でも着れますよね。どんなものも着こなせるわー。こんな感じです。そして次は、これはどういうもんなんでしょう。チケット？なんかのチケットですよね。なんかね、ここにミシン目みたいなのが入って、ミシン目ではないんですけど、こう、印刷されてるのでね、なんか、コンサートのチケットっぽい感じがしますね。かわいい。いやー、かわいい。なんでこんなかわいい。かわいいです。すんごいかわいい。これは？あ、チェック表ですね。チェック表。チェック表。そしてこれは？これは？色違いで、これもチケットなのかな？いやー、こんなの初めてです。ご対面です。かわいい。かわいい。またまた猫ちゃんですよ。猫ちゃん、かわいい猫ちゃんですよ。裏がこんな感じです。あー、さっきの裏もこんな感じです。かわいい。これまた、ほんとかわいい、裏が。ほら。表と裏と、こんな感じ。こっちが表かな、やっぱり。ねえ。ほら、こんな感じですよ。いやー、何に使ったらいいんでしょう。バンビちゃん？ こんな感じです。綺麗。なんかすごいいい感じですね。で、うわ、裏もかわいい。どっちが裏って、もうベイビー。
かわいい。かわいい。めっちゃくちゃかわいい。かわいいです。いやー。これもすごいかわいいですね。ぬいぐるみ。いやー、ありがとうございます。本当にまあ、こんなに素敵なもの、こんなにたくさん。ありがとうございます。ちょっと入れれないので。あら、このまんま、ちょっとお返しします。そして次に、あ、これはですね、さっきと同じです。同じなんですけど、猫と香水瓶なのかな。また汚くなっちゃうかな。汚くなっちゃうからこれで猫と香水瓶で、これが一つこんな感じで蛇腹が一つついてました。うわー、これ自分でこのように作ったのかな。へー、すごいね。ここには二つ入ってます。いやー、すごいわ。本当にこれは冠ほら、いやー、これどうやって使うんでしょう。こんなにたくさん。あ、メモ？こんな風に？かわいい。かわいい、かわいい。すんごいかわいい。これは？これはミッキーさんのメモなんですね。すごいね、なんて言うんだろう。これも紙が全然違いますね。ミッキーさんの。かわいい。いやー。なんでしょう、これはコスメとか。なんかおしゃれしてるんですよ。ねえ。鏡見ておしゃれしてますよ、やっぱり。ルンルン、ルンルン、ルン。どっかお出かけするのかな。へいへい、鏡。こんな感じです。これをこんな風に入ってたんですけども、すごい可愛い。このペーパーもすっごい可愛いです。次は、これは、ディズニーですね。ああ、私ですね。これね、もじもじこさんからいただきました。かわいいよね。大カットメモ。こんなのもあるんだ。ディズニー。そしたら、あれなんだと、あ、100均で売ってるのはあれ、真似したのかな。どっちが真似したんだろう。すごい。メモになってますよ、裏ちゃんと。ねえ。そして、リボンとか、こんな風にするのかな？ですよね。あー！これも綺麗。綺麗、すごい綺麗。あー！さっきの裏が、あー、メモ書いて。うわー。いやー。もうね、驚きです。きゃー、かわいい。
わー、うーん。出てこねえ。黙っちゃったね私。かわいいね本当に。目もかわいいわ。ですね。これですね、あの袋破いちゃったので、違う袋に後から入れます。こんな感じです。次のページが、うわー綺麗。ここにもいちごが、ここにもいちごが、すごいね。もうほん本当にもう丁寧に作ってくれてますよ。なんかね、本当私が送ったのは本当恥ずかしいです。まずいまずい。よいしょ。ディズニーですよね。こんな風に。メモ。メッセージカードなのかな。ねえ、すごいね。あ、これもね、メッセージカードですね。かわいいね。これブロックメモですよね。孫と一緒に見てるんですよね。かわいい。かわいい、これ。メモ。かわいい。これ、かわいい。すごいかわいい。すごいかわいくて。私これ、ほんと使えないわ、こんな可愛いの。でもね、せっかくあの使ってくださいっていうお裾分けなのにね。はい、で次のページが、これはあの折り紙ですよね。トレーシングペーパーの折り紙でポケットを作ってくれてます。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ここもほんとかわいい。ほんと見てください、これチケット柄ですよね。すごいかわいいです。これはメッセージカード、これもう本当に可愛いですね。どうしましょう。だんだんね、暗くなってきてるのでちょっと電気つけます。これはですね、
これもなんかチケットって感じですよね。こんな、いやー、ほんとかわいい。これ、もういい。どんだけ持ってるのって感じ。どんだけ持ってんのって。すごいですよ。もう、ほんとすごいです。どんだけ？いやー、チョコのこれかわいい。すごいかわいいね。って感じですよ、本当に。もうね、言葉が出ないんですよ。出ないっていうか、ねえ。全然わかんないんですよ。全部わかってんだけど、出てこない。いや、もうね、ほんとすごくて、もうほんとにですね、かわいいものばかりの、そしてですね、今まで見たことのないばっかりです。本当に。いやー、なんてお話ししていいのかちょっと わかんないぐらいもうね、本当すごいものばかりで、私 びっくりしてるんですよ。これ、さっきも見たんですけどね、これ (笑)どうやってあれしたのかな とかって、これ、作ったんですよね、これね。こういう、メモなのか何なのかわかんないけど、ドレスと、まあ、バレエの時のドレスと、トーシューズを、この、台紙につけてね、これ一つとってもすごいなーっていうふうに思うんですよ。すごいなって、なんか偉そうに。もうね、素晴らしくて、本当に素晴らしくて、このファイルも素晴らしく、そしてこの、もう本当丁寧にいただきました。もうすごいね、一回で収まるかなっていうふうに思ったんですけど、なんか、ファイルの紹介も2回に 紹介させていただきます。ファイル紹介第2弾でしたが、今日はですね、ここまで。の紹介ということにさせていただきます。また続きをぜひ、皆さん、見に来てください。では今日はこの辺で、また次の続きの動画でお会いしましょう。さよなら。